こんにちはオスポームの山口のです今回はこの Zoom セミナーの学びを最大化する方法ってことでねやっていきたいなと思いますせっかく Zoom セミナーに参加するならより効果的に学びたいですよねより楽しみたいですよねより充実した Zoom セミナーにしてほしいそんな思いからね今回のことをお伝えしていきたいなと思います Zoom セミナー参加してよく聞くのがこの大体3つですよね緊張しちゃう うん、緊張しちゃでまあ疲れちゃううんまあ、まあ、なんかズームセミナーだと何か疲れちゃうよねっていうでもう一つは、まあ、飽きちゃうとかなんかモチベーションが続かないよねなんかやる気なくなっちゃうんですけどとか最初は面白いんだけどだんだんなんかこう長いととかね えー、なんかいまいいち対面とと違うしみたいなとこですよ、ねまあワ私自身このズームセミナーをまあ開催もしてきましたしずっとズームスカイプなんかでのセッションはもう言うたら10年以上やってるわけですよね。そんな中こうやっぱり自分自身がこういうところできてなかったなとかやっぱこういうところ大事だったなとかものすごくこう学ばされたというか こうまあ、教えられたっていうところもありますよねそして自分自身が参加してみてうわっいまいちやなとかあるわけですよねうわっこれめちゃくちゃ疲れちゃうじゃんとかあこんな風に受けたらもったいないなとかそういうこうまあ背景もあって少しでもお役になる情報をお伝えできたらなというところでやっていきたいんですけれどもまずこの緊張しちゃうっていうところいきましょうか。オンンライン上でもあるのに 前よりすごい緊張しちゃうっていう場合何が起こってるのかっていうところでまず一つがこの,あのギャラリービューだっていうねあのギャラリービューってこうバーってみんなのこう顔が顔がこうみんなの顔がこう見えるわけですよねこうやってなんか10人でも20人でも40人でもねでみんなこうやって目がついてるんですよ急に怖くなってくるねこうやってね目がもうえっと 4, 4 5 2 0の 40の目がこう、あなたを見てるかのような錯覚になっちゃうってことですね。脳が勘違いしやすいっていうことですよね。普段であれば、みんな、みんないろんなところ向いてるじゃないですか。対面のセミナーであれば。例えば、講師が講義するって言ったらもう講師見てるわけですよね。ぐるっと円になったとしても、みんなの目が全部自分に集まるなん一人の参加者に集まるなんてね、発言しない限りないわけですよね。一応脳に言ってあげるっていうか、みんな、 あのあの私のこと見てるんじゃないよっていうかね錯覚をちょっと意識してみるだけでもだいぶ違うのかなというところですよねだからこのギャラリービューにしてたらあのスピーカービューにしてあの喋ってる人のスピーカービューにしたらだいぶ気楽だったりもするのかなというところですねもう一つはこのまるさんみたいにどう思われますかみたいに。 こう当てられたらどうしようっていうかまあそこは講師が配慮するべきなんですよねそんな〇〇さんどう思いますかみたいにバーンってある程度関係性とか背景があって聞くならまだしもだから○○さんどう思いますみたいにバーンってそんな無神経なことしないでよって思っちゃうんですけども何だか発言したくないなと思ったらもうこうすればいいわけですよねバーンって <laughs> バーンってやっ,たいや,いや,やってやったらいいというかね <laughs> うん。 で、ね、そうやったら、ああ、OK、ケ、OK、ーですーってみんなね、それでもしつこく言ってくる人なんか、まあ、いたら、あのー、もうその人と関わらなければいいわけで。あともう一つは、この、見る、見られるっていうテーマもあるのも、ごく自然ですよね。だこれはまあ、対面でもあったりもしますけれども、やっぱりこのオンラインって、もう本当にブレイクアウトルームにって話をするでも、なんかもう相手が自分、こちらを見て、もう相手もスクリーンを見てるっていうか、 でこっちも見てるのでなんかもうもろに見るそして見られるっていうテーマがこう浮き彫りになる、うん、対面であればあのー、ねちょっと横向いたりとか結構できちゃうじゃないですか、うん、そんな,なんかこうそうですねって目と目と,目と合わせて。 欧米人じゃないんだからあのそんなにこう目と目を合わせてこうガーンってやらないですよねちょっと横向いながら「そうですね」って言いながら「まあまあそうですね」ってパッと見てちょっと横向いたりとかするのがまあ自然ですよねだから「見る見られる」というテーマを、まあ、この機会に、えー、改めてこう、まあ、掘り下げてみるうね見る見られるってこう。 愛着とも関係してんのわかりますか、ね、お母さんがいて子供がいてお母さんがこう見てくれる自分が見られる見る見られるっていうねこのこういうことですよね。でだんだんこうね発達がこういってきたら学校なんかで周りの人にどう思われるんだろうとかね自分はこうどう思われてんだろうとか見る見られるみたいなこともね関係してくるのでまあその辺のテーマも、まあ、この機会に まあ、あの掘り下げてみるのもいいんじゃないかなっていうところですね。でもう一つ緊張しちゃうもういいんじゃねってことですよ。もうね緊張してていいっていうか、まあ、私が開催しているこのね1年間のトレーニングなんかにもものすごく緊張をされてたり過緊張だったりあのしている方もおられる。でもこの学びが大事だなって。 自分のためにこれを、このスキルを得たいとか、こういう成長したいみたいな思いで参加されるっていうね、緊張してても参加できるわけですよね。ある程度の緊張なんかあっていいし、緊張しながらもそうやって参加するっていうことがそもそもかっこいいっていうか、すげえじゃんって、緊張してていいんじゃねーっていう。 緊張するのも自然だよっていうねやっぱ緊張する背景には何らかのトラウマ的なとことがあったりもする,する時もねあるあのよくあるしだその辺をこの機会に緊張するからこそ、まあ、解放していく、うん、そんな,なんかこう機会にしてもらえたらなというところで次行きましょうかえっ、ー、とね疲れちゃうねズームセミナー参加してなんか知らんけど 疲れるっていうのはないですかね。講師が外国人みたいな。そして通訳する人が真理のことを知らない。で、ずっとその通訳を返しながら、もうあの、講義がずっと続く。もう、あの、2時間、3時間。 もうお昼ぐらいいでくたたばってるみなねでしかもセミナーも朝9時から夕方6時まであるみたいなもうどんだけ長いねんみたいなねなんか知らんけど1日とかね2日ぐらいでやればいいのになんか3日間連続とかいやいやせっかくリモートでやりやすいんだからなぜそこ4日間連続でやるのっていうかまあ開催する人は一気に4日間やった方が楽なのかもしれないけど受ける方としたら。 いいやいや一日でいいじゃんっていうか疲れちゃったらもったいないそしてこういうソマティックなセミナーとかも体験型であったりとか自分自身のなんかこう内面に向き合って自分自身の,あのなんか深い部分を解放するみたいなねなんかもう疲れちゃったら解放し,しようっていう気にもならないくないですかなんかもうもう講義聞いて午前中の講義聞いて疲れ果ててるっていうかもう午後休みたいですみたいなね まあ一つはこの目が疲れちゃうっていうところですよね。まあズームセミナーならではですね、このスクリーンをずっと見てるわけですから。だからも,うもう、もうね、あの、スクリーン、みんな真面目なんですよ。こうやってスクリーンをめっちゃ見るっていうか。だから今も私のこの動画をこれを見ていて、 スクリーンずっと見なくていいんですよね。目線外せばいいんですよね。ちょっと一時期音だけで聞くとか、なんかぐるーってこう部屋の周りとか見ながら、たまにちょっとちらっと見るとか、そんなんでいいというか、だから、わしなんかよく、あの、ズームセミナー中、目線外しましょうね。えー、ぐるっと部屋の周り見ましょうね。えー、またずっと固定してませんかみたいな。いや、みんな真面目すぎます、みたいな。なんか、もっと、もっとなんかこう、 あの、おちゃらけてゆるゆるやっていいんですよ、なんてもう何回も1時間おきぐらいに大体言ってるみたいな。次はね、これ腰ですね。まあ首とか腰とか、その辺がもう、そ,そ、れもおお同じ感じなんですよ。もうきちっとこう座って、みんなこうやって、こうノート取って、っていうね。いやいや、もっと動きましょうっていうか、こう、なんか、 もうヘラヘラしててもいいし、もうなんか机の上に、もう言ってみたらアメリカ人みたいに机の上に足の乗せてね、ダラーンってしてもいいわけですよね。うん、で、動いたりとか、あの、まあみんなきちっとしすぎっていうか、だから、はい、動きましょう。はい、伸びしましょう。えー、動きたいように動いていいですよ。ダラダラしていいですよ。寝転んでいいですよ。なんていう、私結構、あの、ちょくちょく言うてますね。うん、だから、そ、そういうのをしていい空気をやっぱり、 ね、主催者側が作ってあげないとやっぱりねずっとなんかよそ見ばっかりしたりとか,なん,かなんかこんなんしてダラーンってこんな人とかやりづらいんですよね講師は真面目になんかこうやってみんなもなんか聞いてんなってなって自分だけなんかこう腕組みながらダラーンとかね「ああとか「ああ」とか映像を消したらあなたはどんな姿勢でズームセミナーを受けますかってことですよね。 もっとなんか、はーとか、ふーとか、はーとかね、もう鼻くそをほじくったりとかね、なんか、はーとかあくびしたりとかしますよね。まあ、そんな感じでやれば、まあ、鼻くそをほじっくるのはちょっと恥ずかしいかもしれないけど、だからたまにあの映像オフにしたりとかしてもいいわけですよね。あと、疲れちゃうのは、あのね、このマイクですね、これね。格子側がちゃんと USB マイクを使ってあげるってことですね。まあ、コンデンサーマイクなんでもいいんですけども、 もうとにかく今は便利もうとにかく USB をパソコンにガチャッてもうさせば高性能なこうマイクで音を拾ってくれるわけですよねうんだからノートパソコンの内蔵マイクで、えー、セミナー講師なんかやられたら私はもう迷わずすぐ退出しますもう、まあ、半分冗談ですけどね <laughs> あの でそれぐらい聞きづらいってことですね。聞いてる方は疲れちゃうってことですよ。こういうなんかこうノイズ的ななんかブーンっていう感じですよ。それはそうですよね。だってものすごく質の悪いスピーカーであのなんか音流れてきて音楽聞きたいですかっていう話ですよね。ヘッドセットでこうやって喋ってくれる講師であればまだ聞きやすいですよね。ヘッドセットで聞くっていうのは。 あの、聞く方も、聞く方もこうやってイヤホンで聞いてはる人とかいるじゃないですか。もう、もう脳に直接ですよね。それで、例えばセッションを提供するとか、このイヤホンでやるっていうのはものすごくやっぱり、もうだって、ここ、ここから聞かされるっていうのは、もうあの、横向こうが何しようがもう強制、強制的に聞かされるみたいなところもあるので、だから、あの、聞く方も話す方も、 あんまりこれじゃない方がいいなっていうかだって自由がないじゃないですかここから直に直に聞かされるえでねあの喋る方もこのヘッドセットなんかオペレーターみたいでまあなんかちょっとダサいじゃないですかっていうのもあったりしながらでも音はまあ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 別に聞けるから悪くはないですけどこの人もあの耳で聞いちゃってるわけですよね。 だからみんなの声をずっと耳で聞いてたらやっぱり疲れてきちゃいますよね疲れた状態で話するみたいなところもあるので私なんかはこうやって撮影したりもするので今ここにマイク、まあ、5万ぐらいするなんかショットガンマイクみたいなここにありますよねでズームセミナーやるときもまあこ,うこういうのを使ってたりもしますし何かこう あのなんか8万ぐらいする8万9万ぐらいとかなするようなマイクも海外のユーチューバーとか、ね、日本のユーチューバーとかがこうあのポッドキャストするなんかラジオのマイクみたいなねそんなん使ってたりとか、まあ、そんなん全然あの1万円ぐらいからでもありますので1万円2万円出したらもう十分。で例えば音楽,音楽の なんかファーストテイクとかなんかあるじゃないですか音楽で一発撮りみたいなとかスタジオにあるマイクなんか言うたらもう言うたらもう30万とか40万みたいな世界なのでまあそんなに比べたらもう1万2万ぐらいのね投資はあのカウンセリングのセッションを提供するみたいな人であればセミナー講師なんか言うたらもう絶対ですよね。でカウンセリングを提供するなんか言う人でも声をカチャってさすぐらいは。 商売道具として持っててほしいなというところですかね。で、もう一つ、レクチャーいきましょうか。レクチャーずっと2時間、3時間するんだったらもう動画を撮って事前にあの送ってよって私なんか思っちゃうんですよね。では私はもう15分以上のレクチャーはもう絶対にしない。だってせっかく皆さん集まってくださって、皆さんの貴重な時間集まってくださって、私が一方的に30分、1時間、 喋るってことはもまずないですよねそんだけしゃ,しゃるんであれば事前に動画を撮って皆さんに見てもらえれば皆さんの隙間時間、ね、皆さんの受けやすい時間に、ね、元気な時にう受けてもらえるわけですからしかも1.5倍速で見ようと思ったら見れるわけですからねだからそんなふうにあのレクチャーっていうのはもうみんなで集まったズームセミナーはもうワークをしますセッションの練習をします みたいいななことでやってっててほしレクチャー30分以上した,したらもう私はもう即退場もうそのセミナーからは退場ねしないですけどまあしたことはありますもうずっと一方的に喋ってたけやん動画事前によこせよっていうねちょっと言葉悪いですけどであともう一つは講師の神経系ですねうんこのズームセミナーをやるっていうところら辺で性の状態で マシンガンのようにぐわーってしゃべるすごい価格性の神経系で話されたらこっちはものすごくあの受け手はものすごく疲れるんだっていうのを講師陣にみんな知ってほしいっていうところですね。で受け手側も意外にもこう緊張状態とか一生懸命やらなきゃでブワーって話すようなもう参加するだけで神経系が疲れちゃうその人の神経系をもろに受けちゃうっていうことですよね。うん まあ、例えばこの動画であってもより穏やか気味にも話してるけど、まあ、ちょっとだけテンションちょっとだけ上げて、えーまあ、眠くならないように淡々と、まあ、今は話してますけどももっと早口で話そうと思ったら別に話せますしあのこうこうこうですよねこういう声もありますよねこれでこうこうこうでタタタタタってね話したら情報は一気にぶわっとお伝えできるんですけども相手がやっぱり疲れちゃうっていうところですね。 だから本当にこのズーム実「Zoom 実践会」と私は呼んでたりするんですけどもそういうところでこちらの神経系をどれだけ穏やかにいられるかどういうありようでいるのかっていうのがものすごくこう参加者に伝わる。で何かこの「オフィスポム」のねわしの「Zoom 実践会こんなに。 楽に受けれれたことはないってよく言われ対面セミナーも言われるしズームセミナーでも言われるわけですよねそれはなぜかっていうとマイクも気使ってるしこういう緊張しちゃう人もいるよねとか自分自身の神経系も整えながらも周り見ていいよとかね安心安全みたいなことでやってるからものすごく楽に受けられるみたいなこうあの感想を頂けるだから楽に受けられた方がより楽に受けられた方がより ね、自分の深い部分を見たりだとか解放したりだとかあのねこうよりいいですよねなんか疲れ果てて「あ疲れた」みたいな「明日からまた月曜日仕事か」かじゃなく「あなんか楽になったな心地よかったな」みたいにそういう,うまあ,あの配慮があるかいろんなところに配慮、えーまあ、戦略的にも、えーまあ、計算してしっかりそういう。 あのズームセミナーという環境を用意するっていうのがやっぱり大事なのかなというところですね。で受け手にもこういうこういう高校って大事ですよねみたいなことをやっぱりこうお互いそういう場を一緒に作っていくっていうのが大事なのかなというところですね。まあまあいきましょうか次ね飽きちゃうや、えー、やる気ががなないいいんんですっっぱ対面セミナーのがいいしズームってなんか。 飽きちゃうし、なんかもう、なんかもう何時間かしたらもうなんか、とかね。そ、それで、あの、もったいないですよね、せっかく。ズームセミナーでもこう、臨場感をどんどん、こう、リアリティね、なんかありありとそこにまるでいるかのように。ね、まず一つ、このね、ノートパソコンで受けているっていうね。ノートパソコンの画面なんか、見たらこんなんですよね。 こ、こ、こんなところになんか10人並んでるとか講師が並んでるとか、あなたが本当に迫力のあるアクション映画見ます。ノートパソコンで見ますかっていうところですよね。家にあるテレビは何インチですかってことですよ。な、もう40何インチ、50何インチしたら、<laughs> 中によっては60何インチみたいな。じゃあ、ズームセミナーをもう55インチで受けましょうよぐらいの。まあ、55インチはちょっと言い過ぎですけどね。 だからあの別にモニターを買えばいいわけですねモニターこれぐらいでこんな,なんか30インチから40インチぐらいでもいいですよね30例えば2インチなんか別に3万円ぐらい出せばありますし今なんかノートパソコンからこれね USB-C カチャって刺すだけで給電してくれますし あのノートパソコンの外部モニターってなるわけですよねわしなんかはあの40インチぐらい40インチぐらいいや40インチだからこんなんですよもうドーンってこうドーンこのホワイトボードぐらいあるこ,こんな感じかなだからそこであの参加者の参加者例えば15人であったとしても一人一人がこうめっちゃ大きく映るってことなんですよ 一人ずつ、一人ずつがこんな感じ。例えばノートパソコンなんかで、あの、例えば主催者がやっちゃったら、もうなんか一人、一人なんか、一人のこの枠が、なんか3センチずつぐみたいな、ちょこ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 、もうもう、もうあの、一人ずつの顔がもう、枝豆の豆ぐらいな感じですよ。 だからやっぱり、主催者側も大きいの。受け手側も、まあまあね、別に30何インチぐらい、例えば仕事部屋を持ってますとか、開業カウンセラーやってますなんか言うとは、もうそれは大きなモニターでね、やった方が、そりゃいいセッションも提供できるだろうし、相手がそこにいるかのように感じれたりもするわけですよね。これからの時代、モニター一つぐらい持っててもいいんじゃないかなっていうところですよね。次は、えっ、ー、とね、スピーカーですよ。 外部スピーカーカを使っっててみませんかってことです、ね、同じですすね同じ映画見るときにノートパソコンからの音で、ね、せっかくやったらスピーカーつけて、ね、だって本当に音楽楽しむ人なんかもうもう両サイドにスピーカーそしてフロントスピーカーみたいなリアスピーカーみたいな <laughs> ここから聞こえてくるぜみたいなので映画楽しんだりする人もいますよね、まあ、そこまでじゃなくても。あの ね、別に5,000円でもあるし1万円ぐらいでもあるしまあ2万でもねそんなピンキリいろいろありますけれども別にノートパソコンでもいいしモニターでもいいしその両脇にねワイヤレススピーカーでもいいじゃないですか何千円レベルのやつをポンってつけてそこから音鳴らすだけでも全然臨場感が違うっていうかそうした時に相手が USB マイクを使ってくれてるか使ってくれてないかとかもう一発で分かるっていうかで うん、まあだからより環境を整えましょうみたいなところですよね。うん、でもう一つはね飽きちゃうっていうのは、うんとね、結局だから何のために参加しているのかってことですね。そのマナマナお勉強みたいなことでやればそれはもうどんどん知識が得ていけばどんどん飽きてきますよね。だからやっぱり学ぶっていうところももちろん大事なんですけれども。 よりどう探求していくんだろう、どうどう自分自身の課題悩みをのりあの改善してどう成長していくんだろうと,という観点で参加すると飽きないそうすると、まあ、楽しめる毎回新しいああもうそれ聞いたことあるわみたいなそういうことじゃなくて何か今回新しいことはないのかな、えー、自分自身を掘り下げたらどんな気づきがあるんだろうね ね、カウンセリングツうールですね毎回新しいっていうか毎回こうね探求してっていうところですよねうんまあその辺ですかねまあズームセミナーめちゃくちゃこだわって戦略的にも配慮してフィードバックもたくさんいただきながら改善しながらようやくまああのより良いものができてきたんじゃないかなよりもっと改善していきたいなとも思いますしやっぱプロとして ね、本当にお金をいただいて提供するものってやっぱこだわらないと駄目だなとも思うしこういういろんなあの緊張しちゃう疲れちゃう飽きちゃうをなんか一つずつでも改善するだけでよりこのズームセミナー効果的に参加できたな、ね、せっかくの皆さんの時間とお金をあのやっぱりあのまあねよりより良いものにしてほしいなっていうことでね お伝えししてきましたオフィスポムでは、まあ、無料の動画セミナーもやってますし1、えー、年コースなんかもやってたりもしますしあの公式ホームページでは本当にもう何百という記事を、えー、公開ね,ね,ね無料動画もたくさんありますしあのこの概要欄より確認いただけたらなと思います、えー、では次回まであなたの心と体をお大事にでは